そうだ、全てはここから始まる予定だった。アベルの目覚めのために彼女二人の力による共鳴が必要だった。過去にミルチアを襲ったグノーシス、あれはウドゥとリンクしたアルベドやミズラヒが呼び寄せたものではない。ウドゥの求めに応じ、幼いシオンが単独で呼び寄せたものだったのだ。先輩、そんな、ケビンさん。